見ちゃって。大丈夫、めっちゃ可愛いね。19ぐらいから37くらいですかね。もっと早くなんか入れ口っていうか、まとま
まっていた。これ山越えして、そうそう、だから昨日もし日に間に合いましたらこの道を着地して、昨日もすごかったね、なんかギリギリやけど何もかもできたな、はい、Mm-hmm.
焼き物でなんか成形だというかすごいな。立てられてない。出ない。出ない。あれ、そう、2人同時に否定があった。全然立てられてない。全然なんか別状したとかしてはるね。今ちょっとバスみたいにしてるけどね。ダメだ、乳がんになってから。お母さん見てるな。わからん。足があればいいんじゃない。シワ焼きではない。シワ焼き、ミキ、ミキシワ。兵庫県。兵庫県。焼きは。ビゼ、あ、ビゼ焼きか。Thank you.
すでになかった。地震の時もあったらあれやもん。バリーティックだ。そうそう。それでなんか結局人たちが全部任せてさ、サルちゃん家に運んでくれたうちの方みたいな。何にもせず、ほんますみませんね。予約してるから。ああいう手続きだけ得意だよ。もらってくる。バイト行くまでのトイレがなかったよね。食堂って言ってたローソンに入ってた。おいしい。だいぶピンカーだよ。動き出したって聞いていた。あれなんだよ。ボールが走ってた。あ、そうなの。教育の宿直室に泊まった。だからめっちゃ快適やった。デビットは通るし。何の問題もない。あれ、4人くらいおったな。Thank you.
って帰りね、なんか初めてて一瞬のうちにして海の中あれだからね、慣れなくて今フィンが通ると涙ね、でこっちから来た時に結構多かったんですよ。なんか早く戻るのかなって、それで疲れてしまったからな。
なんかだいぶ試合でやったのがあったらしいけど、30度、ちょっとだけ、ありがとうございます。
やったんですけど、荷物預けるのって2時間以上前には預けられないんですか？預けられるでしょ、あのカウンターに開けば。カウンターに開けば、そのカウンター開くのってカウンターなんて2時間ぐらい前でしょ、毎回開くの。最近はもうちょっと早く開けるかもしれないけど、守りに入った。
んか守りに入ったらめっちゃ責められてたあんたなんか守りに入ったら責めございません。責め続けてほしいな。そっちの方がなんかやっちゃう。もう私喋りたくないけど対応がないから丸坊主やもん。私の方じゃ丸坊主さ、なんか足さ、友達の方がなんかモデルさんみたいな方がなんかすごいさ、背高い方が丸坊主でしかっこよかったからかっこいいなと思って、中村さんとか美容師さんにさ、すごいな友達が丸坊主でかっこいいやんかって言ったら、お前の目指したいこれは分かるけど、残念ながらお前の場合、小坊主だって言われてさ、これ10代で小坊主きついやわ。20代で言うときに小坊主で言うことがちょっとダメやで。身長必要や。でも私は若い時1回これくらいの話したことがある。あの、それくらい3センチくらい、3センチ3ミリ、まあ、でね、嫌いやったからちょっと帽子かぶせて似合わしまったって言われて、なんかあんま好きじゃなかった。下がるだろ。でも私でも短かったよ。すべてはなんかしてみたいと思いながらしたことないよ。俺たちが服も含めて腰抜きやるでも自分でないものに変わるということはそれだけ変えてもなかなか気持ちがいかないかな。どうやら別にどう変えても一緒だ。それがきっかけになるということがあるんだろうか。でも形から変える、ね、ありそうやし、まあ、まだあるわけじゃない。フリフリ来たら気持ちもフリフリになるかな。いやフリフリの気持ちってどんな気持ちや。気持ちやと絶対切ることない。ふっちゃんフリフリが好きじゃないの。かわいい、似合いそうや。いや全然いいよ、これあのハンドロックカフェの T シャツもちゃんと喜んでたし、見たし、なんていうか、ディズニーのやつですね。なんかリロ&スしかなくて、女の子しか女の子出てくるの。知らん。はい、はい、あ、リロ&ス、あ、ほらほらあ、意外です。何回目にあるんやろ。手はだから、自分の下に見つけて体を動かす。